皆さん、こんにちは。レックス専任講師の根本です。本日四月二十三日、今年の司法書試験についての発表がされました。え、こちらについては二点あります。一つ。こちら、筆記試験の実施の判断が困難なので。出願を控えてほしい。もう一つ、五月の中旬をめどに。今年の試験の実施について発表するという二点です。 受験生がやるべきことというのは勉強ですですがこういった情報が出た以上ぜひこの原文を見てくださいいろんな情報が出回ります例えば今年の試験は延期されることが決まったよ決まっていません原文を見ることが一番心の不安を落とすことだと思っていますぜひやってくださいでは直前期学習続けていきましょう